養殖マダイの一大産地、宇和島市。この日も朝から丸々と太ったマダイの出荷作業が行われていました。ケースに次々とマダイが入れられ、活魚を運ぶトラックに積み込まれていきますが、中には出荷されず生けすに戻されてしまうマダイも。その正体は規格外のマダイです。2キロ以上の大きなタイの販売が非常に悪くて、例年以上にその在庫となって、経営をかなり圧迫していますので、今大変厳しい状況です。北灘漁協では長引くコロナ禍の影響で出荷量が減少していて、2キロ以上となり育ちすぎた規格外のマダイが増えているといいます。生けすの中を覗いてみると、ご覧の通り泳いでいるマダイはすべて規格外です。一般的な規格サイズと規格外のサイズを比べてみると、その違いは一目瞭然。規格外は体が大きく、スーパーなどの小売店ではさばくときに扱いづらいため需要が少ないといいます。出荷できないにもかかわらず餌代がかかることから、規格外の増加が養殖業者の経営を圧迫しているほか、生けすの中に新たな稚魚を育てるための十分なスペースを確保できないなどの課題にもつながっています。ほとんどの方がその在庫を抱えていると思います。この状況が続きますと、稚魚の仕入れもできず、来年以降の養殖にも支障が来ますので。こうした中、養殖業を加工販売する愛南サンフィッシュは、刺身や寿司ネタとして出荷することができない規格外のマダイを加工品に使用することで消費の拡大を図っています。大きくなりすぎてしまったタイっていうのはどういったところで活用されていらっしゃるんでしょうか。これがですね、やっぱ学校給食と、やっぱ子ども食堂、大手のコンビニさんのところにうちの加工したものが入るようになっているので、おにぎりの具だったりとか。規格外のマダイを取り扱うための設備にも力を入れています。その一つが魚の切り身をカットするこちらのスライサー。一般的なマダイは2年ほどの養殖期間で出荷されますが、出荷先が見つからず、さらに大きく育てられたマダイにも適用する工夫が施されています。これは特注なんですけども、この幅が3年魚、4年魚のタイでも入るような、まあ、5枚おろしにした状態っていうふうにちょっと改良しています。マダイの切り身を乗せるスライサーのレーンの幅は通常6センチほどですが、規格外にも対応できるよう最大で13センチに広げました。さらに、これは何ですか。アルコール凍結機。これが食品に使えるアルコール、マイナス30度、まあ、この状態が冷凍庫みたいな状態。マイナス30度に冷えた食品用のアルコールに浸すことで、切り身の場合、一般的な冷凍庫の15倍から20倍ほどの速さで凍らせ、保存期間をおよそ1年まで延ばすことができます。食材が素早く凍ることによって細胞分裂を抑制する。解凍したときに鯛の中の美味しい水分が抜けにくいんです。ってことは食べるときに美味しさがそのまま残っている。加工や冷凍の技術を活用することで、規格外のマダイの販路開拓を図るほか、変動する需要にも対応することができます。魚体の大きさあまり関係ない、うちみたいなところが受け皿になってやっていければ。養殖業の関係者によりますと、県内の生けすで出荷先が見つかるのを待つ規格外のマダイは、去年9月にはおよそ1000万匹に達したとみられています。しかし規格外でも味に変わりはありません。今のタイはですね、脂も乗って大変美味しいんで、
ぜひとも皆さん食べてください。加工や冷凍などの取り組みが広がりつつあるものの、抜本的な課題解決には程遠い状況です。実際うちの管内でもですね、何件かその配偶者が出てますんで。新型コロナの収束が見通せない中、地元の海の恵みをどう生かしていくのか、養殖現場では存続をかけた模索が続いています。